相模原市消防局。ようこそ相模原市消防局消防署庁舎見学へ。僕は消防署を紹介するために参上した相模ファイヤーだ。今日は相模原市のマスコットキャラクターサガミンと一緒に消防署における仕事の内容や災害活動について紹介するよ。まずは消防署の一日だ。トウ。午前9時、この時間まで働いていた消防士から仕事などを引き継ぐよ。消防士たちは朝9時から次の日の朝9時までの24時間働いているんだ。引き継ぐ消防士たちは最初に自分たちがこれから使う消防車や道具がちゃんと動くかどうか、いつも通りの数があるかどうかなどを点検しているんだ。点検が終わったようだね。午前10時、点検が終わると、さっきまで働いていた消防士からの連絡事項をみんなにお知らせするよ。はい、それでは各隊からの連絡事項をお願いします。昨日の火災で使用したホース10本、現在ホースリフターで乾燥中です。本日午後2時に自治会長さんが来られて、防災訓練の申請の提出に来られますので、対応をよろしくお願いいたします。救急隊、本日の業務予定、午前中救急報告書を作成、午後救急隊訓練を実施します。こうして消防士たちは、毎日仕事に必要な情報を知ることになるんだ。午前11時、日中は様々な業務を行うんだ。消防隊は、地面に埋まっている水道管につながっている消火栓から火を消すときにちゃんと水が出るか確認しているね。救助隊は人を助けるための訓練をしているよ。救急隊は出場が多く、相模原市内で1日に100件くらい出場しているんだ。さて、サガミンは消防士たちが何時間働くか覚えているかな？そう、24時間だ。だから消防署で昼、夜、次の日の朝の3回食事をとることになるんだ。午後0時15分、ここが食堂だ。美味しく食事を食べるためにも日頃から整理整頓を心がけているんだ。食事をとって午後もメキメキといろいろな仕事を行うんだ。なんだい、相模。消防士たちは24時間ずっと起きているのかだって？いいところに気づいたね。消防士たちは24時間働くとはいえ、ずっと起きてるわけではないんだ。午後11時、ここ、仮眠室では、いつでも災害へ出場できるような服装のまま、仮眠をとっているんだ。午前8時、この日の9時から働く消防士のために、消防車と道具をきれいに掃除して、引き継ぐ準備をするんだ。午前9時10分。こうして消防士たちの24時間が終わっていくんだ。相模原市消防局では3交代制の勤務となっていて、3日に一度24時間働くことになっているんだ。相模、24時間働いた消防士たちが次にいつ働くかわかるかな？そうだね。
あさっての9時から働くことになるんだ。消防士たちの24時間の仕事の中で、災害はいつでも突然起きるんだ。次は119番通報から消防部隊の出場までの流れを見てみよう。火災を発見した人からの119番通報は、ここ、消防指令センターに入るんだ。僕が火事を見つけた人の役で、119番通報をしてみるね。119番消防署、火事ですか？救急ですか？火事です。何が燃えていますか？家が燃えてます。住所を教えてください。中央区中央、2丁目2番、15号です。通報の対応と同時に出場指令を出しているんだね。南側に消火栓1154あります。確認が取れました。消防車を出場させました。あなたは安全な場所からの通報ですか？はい、安全な場所にいます。燃えている家は何階建ての建物ですか？2階建てのお家です。消防隊を向かわせます。着いた消防隊を案内してください。最後に今出場した消防隊の活動を見てみよう。火事の現場に到着した消防士は協力し合って火を消すための活動を始めるよ。たくさんのホースが積まれているホースカーは素早くホースを伸ばすのに適しているんだ。階段などのホースカーが進めない場所はホースが入ったバッグを使って伸ばしていくよ。火事が起きている部屋の前まで来ると筒先という道具をホースの先端に取り付けるよ。水を出す準備が整うと消防車で待っている消防士に水を送るように連絡するんだ。煙の中でも息ができるように空気呼吸器という道具を使うんだ。煙や熱は部屋の上の方からたまるから姿勢を低くして進むんだ。みんな静かに見てくれてありがとう。消防士たちの仕事は分かったかな？消防士たちはみんなの安全と安心を守るためいつでも準備をしていることが分かったよね。これからも火の取り扱いに十分に注意して過ごそうね。今日は消防署庁舎見学を見てくれてありがとう。いつかまた消防署で会える日を楽しみにしているよ。さようなら。